半ばでは最も広く世界中に分布していて、北アメリカからユーラシア大陸北部、それに北アフリカにまで生息しているんだ。ワピチって呼ばれることもあるんだ。ウミウマシはね、オーストラリアでね、大きいですよね。鹿の仲間では体が一番大きい。オーストラリアしかないんだって。体の高さが、あれ喧嘩してんのいるじゃん。ほら、喧嘩してるよ、あれ。あそこで、決闘してる。あ、お相撲大会だ。そう、お相撲やってるよ。ハッチャイのこと、ハッチャイのこと。あれでメス、勝った方がメスをね、ゲットする。オスが勝ったら、オスがゲット。